玉木デニーは、日本の政治家、元タレント、沖縄県知事。本名は、玉木康弘、衆議院議員、自由党幹事長兼国会対策委員長、沖縄市議会議員などを歴任した。なお、知事業務上、法的効果を伴う行政文書には本名を使用している。沖縄科学技術大学院大学で、竹政孝一と共に見学米国統治下の沖縄、 中上国与那城村出身。沖縄の米軍基地に駐留していた米兵の父と家島出身の母の間に生まれたアメラジアンである。父の母国である米国に渡航することを前提に母親からベニスと名付けられるが、結局母は先に帰国した夫を追うことはなかった。小学校4年生の時に家庭裁判所に申し出て安弘に改名した。デニーは 子供の頃からの愛称であった。与那城村教育区立与那城小学校、与活事務組合立与活第二中学校、沖縄県立前原高等学校、上地社会福祉専門学校卒業。福祉関係の臨時職員、インテリア内装業、音響関係の会社勤務などを経て、30歳の時にタレントとして独立。琉球放送ラジオの人気番組、 フレアイパレットのパーソナリティや1998年7月にスタートした沖縄市 FM コミュニティ放送の沖縄ミュージックタペストリーの総合プロデュースとパーソナリティイベントの司会などを務めた。ラジオでは沖縄の言葉を駆使し高齢者から絶大な支持を受けた。2001年12月周囲から翌年4月に控えた沖縄市長選挙への立候補を促される。 選挙も政治も何も分からなかった玉木は、琉球放送の職員に相談したところ、嗅ぎつけた新聞社に、翌日の長官に、玉城デニー、沖縄市長選挙出馬へと記事にされてしまう。当時玉木は、月曜日から金曜日まで、朝8時半から11時までの帯番組、玉城デニーのスマイル、スタジオを担当していたが、その日で番組を降りることになった。 母親からは人の口車に乗って馬鹿だねと言われ、うつうつとした日々を送る。2002年5月に一年発起し、その年の9月の沖縄市議会議員選挙への立候補を決意。史上最多得票でトップ当選を果たした。2004年6月には、下地三夫らが旗揚げした政策集団創造に参加した。2005年8月、衆院選に立候補するため、 任期途中で市議を辞職。同年9月11日に行われた第44回衆議院議員総選挙に、沖縄3区から民主党公認で立候補するも、得票率3位で落選。2009年8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙に、沖縄3区から民主党公認で再び立候補。自民党前職の加図智方を破り、初当選した。民主党では、 沖縄県第三区総支部長、沖縄県総支部連合会副代表などを務めた。2011年2月19日に行われた民主党沖縄県連の代表選に立候補するも、党本部の小沢対広小沢の対立が波及したことにより、荒垣康弘県議に敗れる。2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して、 党高報副委員長の辞表を提出し、4月23日の党役員会で受理された。6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では、党の賛成方針に、7月2日には山岡健次らを介して、離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で、離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、 7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、造反議員らを中心に国民の生活が第一が決闘され、玉木もこれに参加した。なお、もう一人の民主党、沖縄県連所属国会議員である、ズケラ・長年氏も同年に離党して、無所属となり、これ以降県連は国会に議席を有していない。 同年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙では、加田幸子氏が県知事が代表を務める日本未来の党の候補として、沖縄3区から立候補。自民党新人の日なつみに敗れたが、比例九州ブロックで復活当選した。公明党比例九順位4位の新福愛子と九州ブロック最後の議席を争い、当選が決まったのは、 全国480人中479番目であった。また、九州で唯一日本未来の党が獲得した議席であった。同年末、未来の党の分党に伴い生活の党の決闘に参加。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、お長友志沖縄県知事が推薦するオール沖縄の候補として、生活の党公人で沖縄3区から立候補。 日本共産党、社会民主党、沖縄社会大衆党、緑の党、そして基地の県内移設に反対して自民党を除名された新風会の支援を受け自民党前職の皮下を破り議席を取り戻した。2017年の第48回衆議院議員総選挙では希望の党が決闘されると自由党の多数の候補者は合流に向かった。 しかし玉木は希望の党と私の考えは水と油。無所属で普天間飛行場移設反対の公約を貫くとして党籍を残したまま無所属で立候補。非課に比例復活も許さず破り4期目の当選を果たした。2017年11月1日に行われた第195回衆議院本会議での内閣総理大臣指名選挙では枝野幸男に投票した。 2018年12月、米国のトランプ大統領宛ての辺野古移設撤回を求める制側に署名していたことが明らかになった。2018年8月17日、小長優七次が生前に玉城と金州グループ会長のクレヤ、守るムを後継指名していたことが判明。8月18日までにクレアが立候補を誇示すると8月19日、小長を支えてきた。 県政与党や団体で作る調整会には、玉木の擁立を目指す方針を固めた。8月28日、玉木は立憲民主党の枝野幸男代表、国民民主党の大塚公平共同代表、日本共産党の市和夫委員長、社民党の又市政治党首、無所属の会の岡田和也代表らと会談。野党五党派は支援を確約し、8月29日、 玉城は、尾長の死去に伴う、知事選挙への出馬を正式に表明した。基地問題については、子、尾長知事の意思を受け継ぎ、辺野古に新たな基地は作らせない。普天間飛行場の閉鎖、返還をいたちも早く実現するよう政府に強く要求するとした。また、子供の貧困対策を最重要政策に掲げ、保育料の無料化、子供医療費無料化の拡大、 大気児童ゼロ、子育て世代包括支援センターの全市町村への設置などを掲げた。経済振興では、アジア全体を市場とする臨空、臨港型産業の集積、国際医療拠点形成に向けた健康医療分野や、バイオ産業の育成、外国人観光客の誘致を促進する、情報通信環境の整備やクルーズ船の機構、拠点化、母港化整備、 重貫鉄軌道の導入などを打ち出し、他にも複数の政策を掲げた。同年9月13日、沖縄県知事選の工事に伴い、立候補を届けで同時に衆議院議員を辞職した。9月30日の投開票の結果、時点のスケキマーツ氏に約8万票の差をつけて当選した。10月4日、沖縄県庁で当選証書を受け取り、 沖縄県知事に就任した。2019年7月10日、セブンイレブンジャパンの小屋和樹、取締役会長が沖縄県庁を訪れ、沖縄県で初となるセブンイレブンの店舗の開設を11日に行うことを報告し、これに対し、県民はオープンを楽しみにしていると答えた。同月28日には、フジロックフェスティバル内のアトミックカフェに出演し、 ギターを演奏しながら歌を披露した後、ジャーナリストの津田大輔、オレンジレンジのよう、一橋大学大学院生の元山人志志郎とのトーク企画に参加し、日米地位協定などについて語った。2019年4月26日の定例記者会見で16日から19日にかけて、中国を訪問した際に、中国の経済圏構想である一帯一路に関して、 日本の出入り口として沖縄を活用することを提案して中国の小春国務院副総理から賛同を得たと述べた2019年5月31日の記者会見で八重山漁船が中国航船に追尾された件を中国航船がパトロールしていることもあるので故意に刺激するようなことは控えなければならないと発言した石垣市議会は6月17日 玉木に対する抗議決議書を可決した。この中で日本の領海内で漁労することがなぜ中国を刺激するのか、玉木知事にとって尖閣諸島周辺海域は日本の領海ではないとの認識なのかと非難した。この抗議決議が可決された同日、玉木は私の発言は尖閣諸島周辺海域が日本の領海ではないとの誤解を与えかねないものであり。 尖閣諸島に関する私の認識とは異なるものであると表明し、先の発言を撤回した。第47回衆議院議員総選挙の公示日、前に辺野古への公示受注業者が玉木や沖縄県内の自民党衆議院議員などに寄付を行っていた。公職選挙法では国と契約した業者の国政選挙に関する寄付を禁止しているが、該当業者は 選挙に関する寄付ではないと答え、法律違反には当たらないとの認識を示している。法令で定められた掲示板でのみ掲示が認められている玉木の選挙ポスターを沖縄県庁舎内など複数に貼られていたため、県選挙管理委員会から公職選挙法に抵触する恐れがあるとして指摘を受けている。2018年9月12日、2014年に受けた 政治資金120万円を政治資金収支報告書に記載していないことが発覚している。2019年5月、玉木の支援者が沖縄事務所所長を務める団体が県から有識者会議、万国診療会議の支援業務を受注したが、この、この問題は同年9月30日に県議会で取り上げられ、また、同日に沖縄事務所長は同団体を退職した。 玉木は当初適切な手続きで公正に契約し事業を執行していると反論したが県政与党側からも知事の自覚が欠けた行為などと反省を促す声が相次ぎ玉木は10月10日の記者会見で県議会や県民またこのバンコク診療会議の設置支援業務をめぐっては県が受注者に対して5分野の会議のうち3分野しか実施されていない段階で 業務委託料、約2400、ありがとうございます。